はい、こんにちは。村尾聡です。今回はですね、緊急で、お伝えしたいと思います。はい、今回はですね、緊急で2時間作文ワーク集ですね。これまでたくさんの方に購入していただいています2時間作文ワーク集。今年度いっぱいでこれ最終販売になるんじゃないかなというお知らせをいたします。来年度から教科書が改訂されるんですよ。で、どの程度ですね、教材が改訂されるかわからないんですけども、作文単元というのは比較的ですね、手を加えられやすいんですね。ですからオリジナルの今のこの2時間その単元を終わらせる作文ワーク集については、今年度いっぱいで使うのが最後になるんじゃないかなというふうに思いまして、今回緊急で動画を撮っています。はい、本来ですね、作文の単元って8時間もしくは10時間程度かけて、一つの作文を書かせるという単元になっているんですね。でもですね、そんなに時間をかける必要はなくて、2時間あればですね、作文書けるようになります。で、残りの8時間程度かけてね、習熟をさせる。習熟のね、システムが教科書にはないんですね。作文指導といえばね、取材活動があって、それから校正ですね、それから執筆が入ります。それで遂行して、最後に交流というようなね、流れになっているんですが、これを全部毎時間毎時間作文の単元でやる必要ないんですよね。もちろんね、執筆するところは重視するんですけども、それ以外の部分はね、省略しても構わないわけですよ。でも教科書っていうのは全部取材構成、執筆、そして遂行、交流という、この構成で一応作られているんですけども、それを毎回やる必要はないっていうふうにね、解釈できるんですね。したがってですね、2時間あれば、作文の書き方を覚えられるので、あとはその書き方を習熟するというふうに私はね、主張してまいりました。はい。そしてこれが6年生のパロディで作る短歌っていう教科書、三津村版ですけどね、教科書として出てくる最初の作文単元になります。パロディで作る短歌という短歌の指導ですね。これも2時間で終わるように、授業は構成されています。ワークシート上ではね、こうなっています。まず短歌を書こうということで、短歌は五七五七七の31音で感動を伝えます。俳句とは違い、季語はルールになりません。左側の単価を右側に移しましょうということで、これを移しながらですね、単価というものをまず覚えてもらいます。例えば、楽しみができたばかりの平泳ぎ、プールに行って泳ぎまくるとき、五七五七七による単価を右側に移すだけの作業ですね。こうやって第一ステップは四捨というステップを踏みます。文を移すことでどういう作文を書かせるかを理解させる段階ですね。はい、そして次です。単価を書くのに、2番目は、修正に関わるワークシートになっています。このワークでいきますとね、あなたの楽しみをできるだけたくさん書いてみましょうというふうになっていて、ここにイメージマップを載せてあります。例として下に少し出ていますね。寝ながら音楽を聴いているときとか、塾で勉強しているとき、野球の練習をするとき、そのようなあなたの楽しみをできるだけ周りに書かせるんですね。で、それをもとに左側の作文ですね、楽しみで始まり、時で終わる短歌を書いてみましょうということですね。これは教科書で言うとですね、楽しみはっていう単元が出てくるんですね。この単元は江戸時代の歌人、立花明美さんの短歌を選んで俳句にしています。で、それに基づいた構成になっているので、こんな形の作文になっています。はい、こうやって試写をして、それからですね、このように少し修正を加えて単価を書かせます。はい、このように例としてね、示してあるワークシートもついています。で、今度はですね、いよいよ自分で自力で書いていく実作というね、ステップになります。寂しさは、悲しみは、苦しさは、などでも単価を作ってみましょうということで、これまでのね、楽しみはだけではなくて、いろいろな形の文に挑戦させるという形になっています。はい、例えばこんな風になりますね。寂しさは道路に転がる蝉の下へ、しぶしぶ夏の終わりを告げる時とかね、こんな形になっていくわけです。はい、同じようにですね、5年生では他人の感動で俳句を作るということで、日常生活を17音で表現しようという作文単元になっています。これが最初に出てくる5年生の作文単元ですね。はい、そして4年生はお礼の気持ちを伝えようという手紙の書き方の作文です。そして3年生が気持ちを込めて来てくださいということで、例文通りが原則手紙の書き方ということで、例文通りを原則とした手紙の書き方を教えています。はい、そして2年生が今日の出来事で日記、そして1年生が文を作ろうというね、一文の作文単元を教える単元になっています。はい、以上のワークシートは全て無料で、このホームページで、私のホームページで紹介しています。ここをですね、最初のページのこの部分ですね、赤いところ、ここに検索とありますので、ここにですね、今の単元名を入れていただければ一発で出てきます。
はい、そしてこれがワークシート集です。これはですね、今の単元、今の第一単元ですね、各学年の、を含む、それ以外の、この後出てくる1年分の三村の作文単元に関するワークシート集になっています。これは、購入していただくものになっていますが、これ先ほどの6年生でですね、最初は短歌を書こう、その後提案する文章を書こう、日本文化の記事を書こう、座右の銘を引用した意見文を書こう、思い出の詩を書こうと、教科書の作文単元に合わせて作ってありますので、これ一冊あれば一年分の作文指導を2時間で習熟させ、そして残った時間で習熟を図ることができますので、よろしかったらこのワークシート集ご活用ください。今年1年限りの、もう今年で最後のこの公開ということに多分なると思います。で、来年はですね、これを4月最初から発売ってわけにいかないんですね。ちょっと時期が遅れます。5月以降ぐらいから作り出すような感じになると思いますので、まあ、その後の購入ということになってしまうと思いますので、まあよろしかったらですね、これ今年最後に1年間使ってみてください。はい、というわけで今回は緊急で2時間作文学習、今年度最終販売かなっていうことで、来年度教科書改訂についてお話をしました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。